京都サンガ FC 川崎颯太です。今回はトラップを披露します。トラップするのがいいですね。できんのかな。うまっ。白いっす、はい、普通に好きでした。俺真ん中見えてえなと思いますね、上から。え、あ、だからいるんすかね、本当に。やっぱすごい印象に残ってるっていうか、青足がなんかちょっと掴んだ時の顔っていうんですか、あ、これみたいな時の顔が今いいなと思いますね。そのマジでサッカー楽しんでるって、それでプラスやっぱ学んでなんかその自分のものにしてるみたいな、かっこいいなと思います。やはりその、まあ、ボールの中心っていうのを常にも意識して、もうそこをもうずっと目で追いつつ、まあ、あとは本当に足は力入れずにもう中心に添えとくだけっていう感じの意識しました。まあ、一番ここが多分平たくて、なんていうんですか、一番吸収しやすいところだと思うので、まあ、そこで吸収しました。そのつま先過ぎたりすると硬くて飛んでっちゃったりすると思うので、なるべくフラットな面が大きいところで、吸収する感じです。こういう結構する人もいるんですけど、まあ、基本的に僕はあんまり力入れずにストンってただ吸収するっていうのが一番一般的で簡単かなとは思います。もう膝とかも基本脱力させるのが一番吸収しやすいかなと思います。パスでもシュートでも何でもそうだと思うんですけど、まあ、やはりそのボールは球体なんで、まあ、中心を捉えればまっすぐ飛ぶと思うんで、本当に全ての練習で中心をヒットさせることを意識すれば、まあ、おのずとできてくるようなものなのかなと思います。僕もこれをただ練習しようと思ったわけじゃなくて、ただただ
そのいつも中心にヒットするっていうのを意識したらできるかなと思っただけなんで、本当にそういう日頃からただボール蹴るだけじゃなくて、どこ蹴るかとかどこに当てるかっていうのを意識するのが大事かなと思います。アップでリフティングしろみたいなのもあると思うんですけども、そういう時にただ落とさなくていいだけじゃなくて、でその中心で自分の納得するタッチをするとか、そういう些細なことで、まあ、その大舞台の大一番の時のプレーとかも変わってきちゃうと思うので、そういう些細なリフティングとかから大切にしていってほしいなと思います。僕は山梨出身なんですけど、親がよく漫画を買ってくれて、で僕もめっちゃ読んでたって感じですね。やっぱ面白いですね。僕自身まだまだ戦術理解度であったりとか、そういうところ足りないと思ってるので、青橋見てパーッと思うところもありますし、そうですね、本当に学ばさせてもらってる漫画だと思います。ありがとうございます。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications